はい、皆さんこんにちは。ゆりんく沖縄の時間です。私パーソナリティのトーマと申します。この番組は私トーマがセラピスト活動をしていた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginoan.com です。また FM ギノアンではツイキャスト、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノアンのホームページから見ることができますので、チェックしてみてください。ツイキャスはツイッターも連動しておりますので、たくさんのコメントやリツイートもよろしくお願いします。またスマホで聞く場合はリッスンラジオというアプリがありますので、そちらをダウンロードして FM ギノアンを探してお楽しみください。それではこの後5時までお付き合いください。一旦 CM を挟みまして始めていきたいと思います。それでは一旦 CM です。あ、ちょうどぴったりかなCM の時に。あ、ナイスタイミングですね。今、うん、スタートの CM 中です。よかったのか。よかったよかった。何時と思ってたんだろう。2時って書いてた。2時って。あ、ごめん、僕も1時と思ってたよ。あ、2時うん、でもちょっと手帳忘れて僕今日外出して、あ、怖いと思って1時だった気もするしな。あ、だから何時って聞いたんだ。なんかそうそうそう、あれいつも通り余裕で来てるけどよかったです。今日はこれも忘れたし、原稿も忘れたし、はいはいはい、手帳も忘れたんですよ。手帳痛いですね、一番。手帳痛い、ね、昨日忘れ物の話したのね。そうそう、だから僕もできてないんだよね。ね、難しいですね、やっぱりね。自分でも2時になってた。あ、2時になってた。あ、じゃあ手帳当たってて1時半集合みたいな。そっか、まあまあまあ、はい。渚さん、認知の歪みってわかる？わかんない、なんだろう。聞いたことない。あるよ、あるのかな、わかんない。話聞いてみないと。あ、そうそう、認知っていうのはこうだと思ってるっていうのが間違ってるみたいな。そう、思い込み。あ、はいはいはい。あれをちょっと紹介したい、うんうん、はい、この CM 終わったら行きます。あ、了解です。はい、ゆりんく沖縄をお送りしております。この番組は私トーマがセラピスト活動していた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。はい、ということで今週も始まりました。今日は、2月27日、はい、ゆりんく沖縄をお送りしております。今日もですね、ちょっと収録で、お届けしておりますので、ちょっとコメントやですね、ちょっとメールお返事できないのですが、よろしくお願いします。今日もアシスタントは渚さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうも。はい、どうも。もう急ぎで、はい、先週はお休みでしたね。はい今日は2月27日みたいですね。はい、なんか早いですよね。ね、もう2月の終わりになってるんだね。ね、あれ
今年がウルウド氏あれね、あ、そうだっけ、何日までだった？ 29 でした。あ、9までだったっけ。あのちょっと後ろのあれをペラッと、あ、これか、ね、あ、29まである、29だよね。そっか、ウルウド氏か、うん、そっか、まあまあ今年、今年もいい年に、ね、していきます、はい、うん、2月27ってことはすごいね。あの今日は、うん、あの収録してるから今1月23日だけどあのこれが流れている頃には、うん、もう今年2ヶ月終わりだね。1ヶ月後なんかそう今ね、実はまだ正月気分が抜けないというか、うん、まだ始まったばかりだよねみたいな、うん、あの気持ちが結構強いんだけどね、うん、まあこれが流れる頃は2月も終わりと、うん、はい、これはもうちょっと油断せずです ね、また変化があるのかもしれないですね、2月だと。そうです ね、はい、じゃあ今日もお送りしたいと思います。ですね、今日は僕があのなんていうかな、フラットメンタルと題してね、あのちょっと心の勉強して、まあ落ち着いた気持ちであのちょっと過ごそうっていうような感じでね、フラットメンタルっていう言葉を使ったりしますけど、今日はねフラットメンタルっていうことで、あの先週お伝えしたものの続きになります。先週はね、なんだっけ、認知の歪みだ、認知の歪みを紹介したんですね。認知の歪みって何かというと、まあ心理的な落とし穴、思い込み、よく色眼鏡とか言ったり、フィルターって言ったり、いろんな言い方しますけど、まあ無意識にね、あの陥るようなね、まあ、考え方の偏り、うん、あ、そうそう、偏見とかも言われる、というふうにも言われますね、まあ、それをね、いくつか紹介しましたね。で、今日もちょっとその続きで、お届けしようかなと思ってます。認知の歪みっていうのは、まあ今説明したようにね、なんか錯覚だから、なんていうかな、まあやろうと思ってやってるわけじゃなくて、自動的にそうなってるような感じ。自動的にそう見てる？そう見てる。例えば、ステレオタイプっていう、あの考え方があるけど、なんか聞いたことあります？わからないかも。例えば、沖縄の人って酒癖悪いよねって。ああ、はいはい、どっかから聞いたことある。聞いたことありますよね。沖縄の人だったら大体飲むでしょみたいな。そう、言われてるかもしれないけど、これステレオタイプです。うん、はいはい、これだったらこうなんでしょみたいな。うんうんうん、そういうね、決めつけというか、なんかなんとなくもう一般化してる常識みたいな感じで、あとは何がある？アフリカの人って色が黒いんでしょうか、うんうんうん、まあつまり黒人でしょうか、はいはい、そうじゃないよね。そうじゃないね。ね、あの向こうは植民地だったから、あの白人の人もね、いっぱい住んでて、それでハーフとかもいっぱいいるんだよね。まあそんな感じで、あのこれってやろうと思ってやってるっていうか、あの無意識的にやってるよね。はいはい、そっか。噂？噂みたいなもんかな。噂みたいな。一般的に広まってる。そうね。思い込み。そうね、思い込みですよね。まあ思い込みにもいっぱい種類があって、先週紹介したものではね、なんかネガティブなフィルターをかけてる。何か人と会ったりさ。なんか遊んだり、なんかいろんなこと、まあするじゃない人間。それで何かを評価するときにネガティブなところ、つまり悪いところを見てる人、まあ先週はね、例えば新入社員が入っていろいろ一緒に仕事して、で後日その人を思い返して評価するときに、あいつここがダメだよな、あそこがダメだよなって言って、悪いところしか見てなかった、
悪いところしか出てこない、うん、これはね、いつの間にかやってる、うん、やろうとしてやってるっていうか、無意識に、うん、ネガティブなところ、足りないところ、欠けてるところ、まあ、そういう欠点とかを探したりするね。これはね、そのフィルターって言って、まあネガティブなフィルターがかかってるってことなんですよ、うん、であとはね、先週は、あとはフィルタリングもあるけど、前か無かっていう話があって、まあ、つまりね、白か黒かとかさ、成功か失敗かみたいに、なんていうのかな、完璧主義みたいにさ、一つの何かことを評価するときにさ、成功か失敗かとか白か黒かみたいに二つに一つみたいな考え方する場合なんでね、世の中さ、失敗か成功か白か黒か正しいか間違いかっていう、こういう二者択一だけの世界ではないんですよ。いろんな捉え方あるじゃないですか、例えば僕は、大学生活に失敗してますね、ちょっと心がね、だいぶ闇気味だったから、若い頃は人が怖かったんだよね、もう人に話しかけない、ちょっと人が怖いみたいな、だから授業出れないで退学だったんだけど単位足りなくて、でこれって、例えば失敗に見えるよね、で特に学歴差別をするような考え方をしてると特に失敗ですね、大失敗もいいところですよね、でも僕はね、当時は自分自身もなんてダメな人間なんだろうとか思ってたんだけど、後から振り返ると、あ、大学クビになってよかったってね、心底思ってたんだよね。それなんでかっていうと、いろいろ自営業の勉強したり経営の勉強したりして、結局、父の会社を再建する、出来事があったんだけど、なんかね、僕大学そのままねせっせと我慢してさ、やってたらどっかの会社に就職して、人の言うことを聞く訓練をいっぱい受けて成長してたんだろうなって、まあ思ったわけですよ。でもその自営業とか経営っていうのは自分で考えて動かないといけない世界だから、全くこう問われる能力がもう全然違うんですよね。だから、あ、俺大学クビになっといてよかったなとか思っていたりするんだよね。その時は失敗だったんだけど、後から振り返ってみるとそうでもなかったなっていうことは人生でもう無数にあるはずなんですよ。だから例えば僕は今大学って言ったけど、就職活動でもいいし、あとはまあね、恋人と付き合ったりして、その人とのその構築、コミュニケーションを取って関係を構築していくっていうことでもいいし、何が失敗で何が成功っていうのは本当は分からないんですよ、その時は、よく人生採用が馬っていうね、ことわざがあって、何がいい出来事で何が悪い出来事になるか、分からないんだと、いいと思っていたことが次の不幸を呼んで、耐え難い不幸が次の幸せを呼ぶ、そういうことはあるんだよっていうことわざですよ、だから本当はね、人間って柔軟な考え方してないと結構、辛いと思うんだよね、だから、こうやって行き過ぎた完璧主義で、やれ成功だやれ失敗だってやってたら、結構心って、実は錯覚を起こしてるんだよと、本当はもっと細かく見てね、なんていうかね、いろんな解釈ができるはずなのに、解釈が2個しかできない人間になってるんだよってことなんですよ、成功か、白か黒かみたいな、
いや無数の解釈の仕方本当はあるんだよっていうことですね。まあこんな感じで、まああの認知の歪みってね、まあその心理的な、まあ、動き方、心の動き方、あのそういったいろんな癖っていうのを人間持ってるから、まああのそういう癖に陥っちゃうと、あのこれがエスカレートすると、あの心の病気につながるとか心の不調につながるっていうのはもうあのすごく言われてるんですよ、まあ、なのであのこういう錯覚とかね、あの偏った考え方に落ちないで、あのこういう知識を知っていれば、あ自分は今ちょっと極端な考え方してたなとか、あ自分よくこういうふうに考えてたけどそれってあの自分だけだったかもなとか、あのなんか極端な考え方に陥ってたんだって気づくことができたら、カチッと考え方って人間変えれるから、あのそこでね、あの心をより健やかに穏やかに過ごすことができるんじゃないかなと思いますね。そんな感じ。そうだね、失敗かどうかって失敗って言葉があるけど、あ、はい、別にね失敗ではない。そうですね。学びだし、自分がどこに行った方がいいのかっていうのをね、はい、自分で選択してるだけで。そうですね。まあ、もちろん学びなんですけどね。で例えば大学受験しようと思って、あのいろいろ勉強して時間使って労力かけて、よしてあのこう受験して落っこしたとしたら、それはそれで失敗っちゃ失敗になる、けれども渚さんが言ったみたいに、あの学びっていうマインドで捉える方が、あの未来は明るいし可能性は広がっているはず。学びがないと人間って成長できないから、あの失敗だ失敗だって言って心がね、その例えば劣等感とか、何があるかな、まあそういうね、うわーってあの悲しみに自分が溺れてしまったら、それこそ時間をロスするというかね、まあ、そもそも心がきついからね、そうだよね、自分を責めてしまったりしたらね、あそうそう、自責だよね、精神的に自分がやられちゃうよね、そうそうそうっていう昨日の本にも書いてあった月の商人でした。あ月の商人ああそっか、そうそう月の商人ね、あの紹介しましたよねあれ面白いですよね。面白かった。 どこまで読みました。全部読んだ。え全部読んだ、Kindle で。僕、まだ全部読んでない星の商人は全部読んだ、今渚さんが読んだっていうのはちょっとラジオではまだ紹介してないんだけど、犬飼ターボさんだっけな、犬飼って呼ぶのかな、まああのちょっと自己啓発的な内容を含む内容でね、あの小説を書いてる人がいて、それで YouTube で紹介されてるのを見てね、僕すごい興味持って買ったらすっげえ面白いと思ってね、渚さんに紹介したんですけど、星の商人と、月の商人っていう本があって、この商人っていうのは商売人の商人ですね。でこれを僕はね、星の商人全部読んだんですけどね、まあ面白かったですね、その月の商人にも書いてあったよっていうのはどんなエピソードでしたっけ。そのなんだっけ、まあ、自分を責めることは絶対しない。あ、あったあったあった。ちっちゃなことから常に毎日自分を褒める、あ、あったあった、あの完璧を求めない。あ、なるほど。行動したことを褒める、なんかこの認知の歪みの対応策みたいなエピソードがいっぱいですね、確かに、あのこのストーリーってあのあれなんでね、あの罪を犯したというか、あのあらぬ罪に問われて逃げた奴隷がね、あの大商人に拾われて、その商人が、奴隷が商人として大成功できるのか育ててみたいっていうことで育てられる話なんだよね。
だから初めはね、主人公はこの奴隷の女の子かな、女の子ね、うん、だから結構奴隷的根性というか、うんうん、不必要に自分を過小評価したような発言とかさ、うん、いやそんな滅相もない、うん、私めはなんとかかんとかみたいなさ、うん、言い方するけど、それがね、うん、大商人がいろいろ教えるんだよね、うん、なんだっけ今言ったみたいにね、そうそうそう、渚さん、まあ、自分なんだっけ、自分の立ち位置じゃないけど自分が何者かっていうもの、うん、私は奴隷ですだったら奴隷の考えしかできないけど、うん、私は商人ですって言うと商人の考えになるんだけどさ、うん、でも商人じゃないじゃんまだ、そうそう、だから商人を目指している商人ですみたいな感じかな、うん、あんな感じだと思う、うん、そうですね、うん、とにかく学ぶために商人、商人を学ぶために商人になるみたいな、うん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 、いやすごい、そうそう、準備が整ってからだったらいつまでたってもできないし、はいはい、学ぶために商人をまず始める、うん、そこからどんどん学んでいくから、うん、そうそう、そんな感じでどんどんストーリーが、うん、あれいい本だよね、うん、その奴隷の女の子が、うん、いや私は卑しい奴隷ですから、うん、ってね話してたら、うん、商人のことなんか学べるわけないだろうね、うんうん、そんな感じよね、うん、つまりいや自分は商人ですと、うん、まだ知識はないけど、うん、これこれこういう商人ですって、うんうん、自分で設定してたら、うん、アンテナが立つんだよね、うんうん、でも自分は奴隷ですからって、うん、自分のことを設定してたら、うん、商人で大成功するための知識とかノウハウに対してね、うんうん、アンテナが立ってないから、うん、キャッチできないんですよね、うんうん、そういうことだよね、そうそうそう、うん、思考も働かないというかね、うんうん、もう奴隷の思考しかないから、はい、うん、だからこうやってさ、うん、僕ね、先週の冒頭で言ったんだっけな、考え方ってさ、うん、どんな種類があるのかっていうのを、うん、と学ぶ機会ってないよね、うん、ね、うん、よく言われるのがポジティブシンキング、うんうんうん、ネガティブ思考とかっていうのはあるけど、うん、そうやって、うん、この自分を設定する考え方っていうのも大事じゃないですか、うん、であとは失礼、より未来を見てる人が、うん、遠くの過去、遠くの過去って変だな、うん、まあ昔を引きずってるとか、うん、あとは警戒して生きてるのか、うん、好奇心を持って生きてるのか、うん、人間っていろんな考え方があって、うん、実はねそういうのを学ぶのってめちゃくちゃ大事なんだけど、うん、まあ、なかなかあんまりね、うんうん、学ぶ機会ってないなって思ってね、うん、ちょっと先週も話しましたね、うんうん、だから本読むってめっちゃ大事かなと思います、うんうん、そうね、それか、なんかそういうすごい人に出会うとかね、まあね、うん、そうですね、ね、うん、だからそうやってね、うん、吸収するあり方でいるっていうのはすごい、うん、なんていうかな、自分をね、いい方に変えてくれると思いますね、うんうん、じゃあ今日の本題ですね、うん、今日もちょっと先週に引き続き認知の歪みについていろいろ話していこうかなと思います、うん、今週はそうだな、これいくか、認知の歪みって言って、うん、まあ言ったようにその、うん、偏見だったりね、うん、つい無意識にね、うん、起きちゃう、まあなんか心のね、うん、バグなんて言うのかな、錯覚だからバグみたいなもんなんだけど、うん、無意識にこう心が勝手に動いちゃうんだよね、でそれをちゃんと察知して自分でスイッチできたらいいよねってことなんだけど、有名なのが10個あって、これはねアメリカの心理学者がまあ10個提唱したんじゃなかったかな、まあ認知の歪みって名付けてね、いろいろ定義したわけですけど、今日はその中でね、一般化のしすぎっていうのをちょっと紹介しましょうかね、うん、
認知の歪みにですね、一般化、なんか過剰な一般化みたいにね、言われるものがあるんですけども、うん、それはね、説明では、一度自分に起こった失敗や良くない出来事が、この先もずっと繰り返すように思い込んでしまうことであります。例えば、一つ良くないことが起きただけで何をやっても自分はうまくいった試しがない。だから自分はダメだ。これからもダメだ。みたいな感じで、例えばね、画家がね、描いた絵を批判されて、批判を浴びて、あ、自分には才能がないんだって言って失望することとか、まあ、これも思い込みとか心のエラーと、あとは薬を飲んだけどすぐに病気が治らなかったんで、まあ、薬ってダメよねみたいな思い込むと、これってさ、その時その時起きたことだから、その時その時で評価すればいいと思うんですよ。この人は自分の絵を見てここがダメだって言った、でもそれはその人しか言ってないとか、その時はそう言われたと、でも明日明後日はまた違う人から褒められるかもしれないよね。だからその時はそうだったけど、未来はね、好転するかもしれないのに、未来英語ダメなんだって、結局その時点で結論付けてるってことは、合理的じゃないんだよね、考え方が、錯覚みたいなもんですよね、まあ、これもね、認知の歪みですよっていうこと、で、認知の歪み、この一般化のしすぎっていうね、ことについては、いつもとか、絶対とか、全部すべてとかね、全くとか、そんな感じで、全部ダメなんだみたいな、そういう口癖に注意しましょうっていうことだね。だから、まあ、出来事だけじゃなくて、こう人を見て、この人のある一面がダメだと思う、思うと、そしたらこの人ってダメよね、全部ダメよねっていうことだよね、つまり、ってなると、それは心のなんていうか誤作動ですよ、誤作動、錯覚ですよね、一つを見て全部がダメだって思うようなやつですね、とだからこうね、今日ダメだったから、ダメな過去だったに違いないとか、人をね評価するときにこうやって結論つけたりさ、まあそうやって一日ダメだったから未来もダメなんだみたいなね、そうやってね、ちょっとあまりにも偏った結論をね出すのをね、まあこう一般化のしすぎって言ったりしますね。あるよね、なんかついつい、その口癖もね、絶対とかでしょ、そう、絶対はね、僕もなるだけ使わないようにするしてるんだけどね、ついポロッと出たりするから気をつけてるんですけどね、じゃあちょっと次の紹介する前に、少し早いんですけど一旦ですね、CM を挟みましてですね、ちょっと後半をお届けしようかなと思います。はい、それでは一旦 CM をどうぞ。思考は止まらないのかっていうのでしょうね、それこそ羽毛じゃない、朝のおしゃべりだはずね、はい、そうっす、そうっすよ、
そして、この CM 終わったら行きます、はい。ここまでしょ。そっか、3時に終わって、うん、1時間空くんじゃないか、ね、ですよね、1時間空くね。はい、どうぞ。はい、ゆりんく沖縄をお送りしております。この番組は